マメになるとシギョーズのマメに頑張れば。みなさんこんにちは、マーメイドルのシオンとシギョーズのタナコナです。本日はですね、10月31日ハロウィンに向けてジャックをランタンを作っていきたいと思います。それでは早速始めていきましょうか。イエイイエイ。で、用意するもの、うん、まずこちら、まあ、紙ですね、はい、これに下絵を描きます。どんな感じの顔にしたいかってここでね、構想を練って決めてから、次こちらのかぼちゃ、じゃじゃーん、かぼちゃにここにね、はい、自分が彫りたい顔の下絵を描いていきます。で、あと、あ、こちら、そう、あ、そちら忘れないで、あ、こちらね、こちらもかぶってね、作業していきたいですね。いいですね、ハロウィン感が一気に増したね。ね、はい。で、そしたら、うん、掘るためのノコギリも用意します、はい、こんぐらいね、細いんだよね、これね。で、あとは綿抜きのためのスプーンね、はい、用意してこれで作っていきます。さあ、では早速工程に移りましょう。はい、まず一つ目は絵を描きます。はい、どんな顔にしたいかとか構想を練っていきましょうか。そうですね、あ、はい、どんな顔にしよう。私はね、もう決まってます。本当、はい、早いな。このちょっとかぼちゃを込みながらイメージを、そう、ちょっとね、今回は、うん、たらこちゃんの方は、はい、ちょっと珍しいのかな、ね、このまま置いても可愛いですけどね、ね、うん、私は、まあ、ちょっとノーマルっぽい、そうですね、うん、ここら辺がとんがって、うん、これはね、意外と対照的な、ね、かぼちゃなんで、でもゴツゴツしててちょっと不気味感があっていいですよね。ね、かわいい。どんな顔になるでしょうか。はい、じゃあちょっと決めていこう。決めていきましょう。いいえ、やるね、チーバー、お、いいじゃん、じゃーん、お、いいじゃん。私はちょっとね、よだれが垂れてて、これ一応ほっぺなんだけど、はいはい、ほってほっぺみたいになるのかなっていうのがちょっとね、謎なんですけど、はいはいはい、挑戦してみたいと思います。私はですね、眉毛もついてまして、お、あと顔、ハートの目にしてみました、うん、お、そしてね、やっぱここの牙、お、注目ポイントなんで、はい、ここちょっと楽しみですね。いいですね。どんな感じに彫るんですか、はい、じゃあ牙は、牙はちょっと尖らせる感じ、うん、なるほど描きたいと思います。楽しみですね。はい、じゃあ早速この、うん、まあ、この下絵をね、かぼちゃに実際に描いていきたいと思います。はい、これね、一応本物のかぼちゃではなく、おもちゃかぼちゃという、はい、観賞用のかぼちゃなんですけど、うんうんうん、こちら花屋さんで買いました、はい、で、花屋さんのアドバイスによると、はい、傷つけなければ2、3週間持つそうで、うん、傷つけちゃえば、うん、2、3日しか持たないそうです、うんうん、まあ、2、3週間持ってもいいんだけど ねちょっと今日は顔を入れていきたい。そうですね、どうしよっかな。あんまりだからそんな小さくすると、うん、掘るのが大変だから、そう、大きめにね、描かないと。タラコちゃんのゴツゴツだからちょっと難しいですね。ハートはすごい、ハート描けない難しいな。お、私はします。できた、見せましょう。はい、せーの、じゃーん。お、見にくいね。でも書いてあんのかな。そう、こんな感じで、まあ、下絵はね、描きます、はい、タラコちゃんの全然見えない、見えないですよね
すごい難易度高そうだよ。いや難易度高いのこれ、ね、じゃあ続いてはね、はい、こちらの綿抜きをしたいんですけども、うん、綿抜きをしたいんですけども、はい、ここのね頭から、うん、こうぐさぐさぐさっと蓋を作って取って綿をね書いて出すんですけど、うんうん、まあ、そこのね ここの頭の部分切り込み入れる部分にこちらも下書きをしていきます。はい、まあ、これは点々ぐらいでいいかな。そうですね、平行感覚とか点々あの印のこぎり使いに自信がある方は点々でいいと思います。なんかの CM みたいですね。かぼちゃのハロウィンの CM。 それでは、はい、まずはこの点々を切って、はい、綿抜きしていきたいと思います。まずノコギリ入れる前にこういうね細いドライバーみたいなもので刺します。そう、刺します。柔らかいんですよ、意外にね。え、硬っ。そう。え、私柔らかい。え、硬い。まさかの硬さ。ちょっとそっち貸して。はい、ちょっと斜めに。え、まさかの別の場所、別の場所。硬い。硬い。あれ、私の写真やるかな。映んないけど、ちょっと本気でやってみる、ね、あ、じゃあ手元で撮りたいと思います。うん、入れたいんですけど、え、すごい硬い。机がしなってる。指が怖いんだよね。え、本当に硬そう。硬い。あ、入った入った。入った。すごい硬いですね。入った。こっから、はい、この穴からノコギリの刃を入れて、はい、この点線に沿って切っていきますんですけども。コツがありまして、はいはい、ノコギリをこういう風な感じな角度じゃなくって、うん、ちょっとね上を垂直に持ってこの角度で、はい、この角度でで切っていくと、こんな感じでパコンと取れた時に蓋となります。はい、そんな感じでやっていきましょう。やっていきまーす。では早速ノコを入れていきたいと思います。はい、運命の瞬間だよ。ドキドキね。うん、よし、入れていこう。さっきの場所から。これ本当にさ、柔らかいと大丈夫だけど硬いと危ないから。うわー、怖いな。集中していきます。怖い。じゃあ手元カメラを。手元カメラで。こんな感じで。おお、ザクザク。いったいったね。硬そう。硬いと。あ、ね、はい、身は削れるのよ。はい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 。抜く作業がね、怖いわ。なかなか結構手強いですね、これは。ね、削れてる。おー、あ、いいかも。お、おーっていうか、なんだろう、感じですね。疲れた。お疲れの。疲れた。お疲れのシオン。結構体力使います。あ、でも取れた。パカーン。身がすごい。お、詰まってます。お、綿取れるかな。身すごい。こんなにすごい。あ、
次、それでは私の方がね無事できたということで、はい、次タラコちゃんいきます。タラコ選手いきましょう。はい、じゃあこちら切っていきたいと思います、はい、うわー怖いな。どうだろう。おっ、一周早っ。お、いけそう。あ、取れた？取れました。お、うわ、身詰まってる。身がすごいね。そうなんですよ、身がぎっしり詰まってるんだよ。これをね、これ一応中の綿、はい、抜く作業っていうのをちょっと一回やってみる。はい、無理だったらその後考えよう、うん、その後考えよう。さあこのパフェ用のスプーンで、そうそう、長いやつね。うわでも硬い。たらこじゃ穴開いてないもんね、綿のとこまで。おー、すごい、やっぱ皮が分厚いから、うん、ちょっと大変だよね。今日大変だね、うん、マーメイドル。お、中まで行けました。これがどうですか？取れそう？あら、おで、うん、綿になったんで、ほら、おー、一に取れます。いいね、はい、いっぱい出た。なんかスイカの匂いするね。スイカの匂いがします ね。野菜なんじゃないですか、やっぱ。あ、確かに。私も抜いていこう。はい、もし見ちゃおう。いけるかな。お、脇を削る作戦。脇を削ります。はい、おお、わあ、なんか中身がすごいね、オレンジ。分厚くない？分厚い。わあ、いっぱい。すごい。あ、本当になんか、何の匂いだろうこれ。メロンの匂いしませんでした？あー、メロンもね。なんかメロンの匂いがする。わ、すっごい分厚いよ。掘れるかな、これ。いや、分厚いですね。ね、ランタン用じゃないのかな。どうなんだろう。うん、種類によって分厚さ違うんだね。ね、ちょっと新たなる発見ですね。こんな感じかな。はい。中身が空っぽになりました。おお。それでは、はい、ここから本題のね、うん、顔を彫っていきたいと思います。すごく不安なんだけど。分厚いですね。分厚いから、見て、こんなね、分厚いんだよ。タラコちゃんも結構分厚いよね。分厚いですね。ハート彫れる？いや、ハートちょっと丸とかにしようかな。無理だったらね、そうですね、ちょっと路線を変更してやっていきたいと思います。はい、じゃあやろう。あ、ちょっと分かれていい。うん、怖い。なんかすごい柔らかい。え、タラコちゃん余裕じゃん。余裕でした。はい、ここに穴を開けてノコギリをさっき、あ、置いた方がいいんじゃないですか。入れて、うん、ちゃんと中貫通してんの。あ、ほんとだ。そうそう、見えました。で、こっからね、頑張りたいと思いますよ。はい。まずちょっと型をね、取ろう。そうですね、うん、まずは型を取って。
たいの。入った入った入った。もうおらお快進撃おほういや大変な作業疲れた頑張れお、いけたいけた貫通。これどうやって光るのか楽しみだ。そうですね。ね光り方が。あ、疲れた。いい。いい感じにできました。はい。こんな秘密兵器を用意しました。わあ。まだ電源入ってないし、私はちょっと怖いから使わないんですけど、スタッフさんがねやってくれるんですけど。さっきね、あのドライバーでね、自分の力で印をつけるのがね、困難だったため、この電動の。すごい。おぉあ、でもそんな。おぉこんな感じでやっていきたいと思います。じゃあ、スタッフさんに、危険な作業はのスタッフさんに。ちょっと怖い。手持ちカメラにしますか？お、おーおー、すごい、おーおーおーおなんかちょうどここお花見た。ほんとだ。鼻筋通ってていいね。ほんとだ。いいじゃん。すごーい。いいじゃん。ほんとにお花見た。ノージ。とにかく時間かかりまして、やっと完成しました、うん、しましたさあ、見せていきましょう。はい。こちらで。せーの。じゃーん。お、おいいねー。不気味ですね。不気味な感じになりました。じゃあちょっと実際にさ、明かりつけてみて。はいはいはい。お、おー、かわいいいいじゃん。すごい、いい。ちゃんと私の眉毛もね、眉毛も、横前が見たらそれこっち、お、ちゃんとちゃんと人だね。人だ。すごい。いい感じにできました。え、見て、ほっぺ可愛くない？可愛い。あ、ちゃんとほっぺになってる。可愛い。こういう感じになりました。すごい。すごい。私たちもなんか幽霊みたいです。本当だね。さあ、これはもう成功なんじゃないですかね。いいと思いますよ。よかった、うまくいって、ね、ちょっと私も当初の予定からちょっとだいぶ変わったんですよ、うん、こっちの方が良かった、逆に。そうだね、うん、横顔みたいになってよかった。そう、横顔みたいになってよかった。私も諦めずにやってよかったよ。はい、よかったです。さあ、というわけでちょっとね、これ硬かったから大変だったけど、うん、もうちょっとね、うん、叩けばわかんのかな、あー、じゃって。そうですね。この音よりもうちょっとカラカラした音を選ぶと、もしかしたらね、はい、薄いかぼちゃに当たってもっとね、作りが楽になるかと思いますので、うん、皆さんもぜひ試してみてください。バイバーイ。これハサミでこう切れば、ね、切っちゃおうか、ハサミ。おー、いい、全然切れないんだけど。あー、よいしょ。お、
じゃん。いい。いいじゃん。いい。めっちゃいい。すごい。え、外に置きに行く。ね、置きたい。豆に頑張る。